流れで船越義珍先生を執筆したら、現代格闘技指導者の私と通ずる悩みを抱えていた。病弱だった体がもうすっかり侍ブサーの体だな、船越。ご先達様、空手を無なる闘争に使わないことをここに誓います。書き溜み師などもってのほかです。正太陽、日本国は琉球を処分します。戦うつもりはない。今日からここは沖縄県。義珍、お前旗頭結衣を切ったのか。それでも侍か。けしからん、感動だ。すみません、父さん、時代ですので。すみません。何ですと。私が髷を切ることに応じない生徒の髪を。船越先生、あなたはトゥーデーをやっていると聞く。腕っぷしの強い不平士族の生徒の髪を切ってくれんか。てめえ、おら、俺は琉球士族、侍の心捨てられるか。くそ、なぜ何もせん。トゥーデーは闘争に使いません。トゥーデー、まさか先生は侍に切られるなら仕方ない。さあやれ。船越、ザンギリ頭似合うじゃないか。浅戸先生も糸須先生も。文明開化の音がするな。どれ、辻町がどれだけにぎわってるか飲みに出かけてみようじゃないか。辻町も活気づいてきたな。私は女郎は好きません。作者はたまに行くらしい。バカ、余計なこと言うな。元部だ。元部のサール、返り血を浴びていたな。おそらく書き溜み師の後だ。辻町で書き溜み師しまくってるらしい。けしからん、実にけしからん。松のように堂々と、怒涛のように力強く、はあ、松と夜空がめちゃくちゃ美しいです。空手も文明開化の流れに沿っていかないとな。そう思います。船越、学校の先生をやってるそうだな。はい。多くの人間にトゥーデーを知ってもらうために、トゥーデーを学校教育に取り入れられないだろうか。体育に。言い方も内縄口でトゥーデーはいかん。大和風に空手と言おう。トゥーデーは今まで侍のみに伝えられるマンツーマンレッスンだったが、これからは大衆が集団で学べるようにすべきだ。例えば大衆向けの型を考案するとか。大衆向けの型。ヒーヤン、始め。船越先生、これはすごい教育プログラムです。文部省に報告しないと。初心者向けの創作型ピンヤンは成功だ。いい感じで空手が普及している。空手は教育にいい、間違いない。この調子で内地にも普及できたら。船越さん、あなたのやっていることは
いずれトゥーデーの断りを必然させる。失敬。松村総根先生が亡くなられて久しい。麻戸先生、糸須先生も松村先生から始まったこの系譜のもとに続く私が正しい空手を伝えなければ。ありがたいことに東京で空手をお披露目する機会を得た。内地でいう T にあたる武術、柔術という一派からもお声がかかった。内地に空手を普及するチャンスだ。あなたは空手を出伝させる、出伝させる、出伝させる、出伝させる。さあさあ先生、こちらへ。講道館の加納寺五郎と申します。柔道として体系化する中で技の中の当て身の部分が薄くなってしまった。空手を取り入れて当て身を強化したいのです。空手の拳と蹴り、柔道の投げ、寝技合わせたら最強の格闘術になるでしょう。内反地。やばい、受けてない。動きの派手な空山空にしよう。おお、やった、受けてる、受けてる。よし、最後は少し大げさに。型を見せる概念が生まれた。元部のサールーの予言が真実になり始めた。以上が空手です。この武道の稽古は型だけなんですか？確かに当て身に特化した格闘術は面白い。だが稽古方法がこの型という舞踊しかないのか？乱取りに当たる稽古はないのか？書きだみしいわ、書きだみしいわ。五千達に誓ってやりません。私に挑戦する者はいないか。やります。おー、クレイジーライトウェイトアンクル。ガーッ。おー、 あれは元部のサール。えらいことになった。日本はこれからどういうことに。父さん、元部のサールの記事見つけました。何？サールめ。父さん、雑誌キング、元部のサールーの記事を見て若者の入門が増えてます。特に学生たちは強くなるため試合に当たるものを望んでます。拓大、立命館、対抗防具試合における我々拓大側の負傷者続出の件を思い出す。山口豪元め、寸止め形式なら許そう。ごめんください、ごめんください。入門希望のチェ4位です。剣道と五十流の経験があります。五十流の師匠が思想犯で捕まってしまって。チェ4位、後の大山抹殺、久々の登場。後編に続く。良い日本を取り戻すためにも武道を世界に発信していきたいです。活動に専念するためにもお賽銭いただけますと幸いにございます。お賽銭がオショウ X の活動費になります。作者と弟子、オショウ X とオショウ X 2世 MMA プロデビュー目指してます。そちらも応援お願いいたします。